ボスニア・ヘルツェゴビナ和平一般枠組合意、またはデートン合意とは、1995年11月にアメリカが衆国オハイオ州デートン市近郊のライトパターソン空軍基地においてまとまり、同年12月14日にパリで署名された和平合意、デートンパリ合意などとも言う、この合意によりユーゴスラビア紛争の一つである、3年半に 渡ったボスニア・ヘルツェゴビナ紛争は終結した。戦前、戦中の和平に向けた努力や取り組みが不調に終わり、1995年8月、北、大西洋条約機構による、ボスニア・セルビア人勢力爆撃などのデリバリット、フォース作戦に合わせ、クロアチア共和国軍の嵐作戦や、ボスニア・ヘルツェゴビナ共和国軍のスルプスカ共和国に、対する攻撃が開始されたことを受けて、 新たな協議が開始された。またこの協議は国際連合により安全地帯とされていたスレブレニツァでの虐殺事件や旧ユー,ーゴスラビア国際戦犯法廷でのボスニアセルビア人主力部隊や政府の指導者に対する基礎にも影響を持っていた。1995年9月から10月にかけてバルカン地域に影響力を持つ諸国による連絡調整グループはオハイオ州デートンに集まり 当時3者に対して、競技に出席するよう強い圧力を加えることをまとめた。競技の会合は1995年11月1日から同月21日まで行われた。交渉の場所は、参加国がメディアを通じて駆け引きすることができない場所が選ばれた。戦闘地域からの主な出席者は、セルビア大統領スロボダン・ミロシェビッチ、クロアチア大統領、フラニオトジマン。 ボスニア・ヘルツェゴビナ大統領アリア・イゼトベゴビッチと、同国外相、ムハメド・サツイルベイであった。和平協議は、アメリカ国務長官、ウォーレン・クリストファーが進め、また交渉には、国務次官補、リチャード・ホルブルックが当たり、共同議長は、欧州連合ボスニア・ヘルツェゴビナ上級、代表カールビルトと、ロシア外務第一次官インゴリーワノフが務めた。このか重要な出席者として、 アメリカ代表団には、後の1997年に、NATO 欧州連合軍最高司令官となる、ウェズリー・クラークや、イギリス軍からは2005年に、欧州連合部隊司令官となるデビッドリー・キーが、いた、また NPO である、国際広報、政策グループが、協議期間中、ボスニア政府代表団の法律顧問を務めた、1995年11月21日に、 デートンでの協議が終了し、その後、同年12月14日に、フランスのパリで正式な合意文書が署名された。この署名の場には、当時3カ国の首脳の他に、フランス大統領、ジャック・シラク、アメリカ合衆国大統領、ビル・クリントン、イギリス首相、ジョン・メイジャー、ドイツ連邦首相、ヘルムート・コール、ロシア首相、ビクトル・チェルノム・イルジンが同席した。 現在のボスニア・ヘルツェゴビナの構成区分や生体は、デートン合意の第四付属書で作成された憲法に記載されている。この憲法の重要な点は、セルビア人主体のスルプスカ共和国と、ボシュニャク人及び、クロアチア人主体のボスニア・ヘルツェゴビナ連邦という、二つの実態の間の境界線が定められたことであり、付属書ではそれに向けた多くの実務作業が記載されている。 合意文書では、様々な国際機関に対して、決定された合意内容の監視や監督、履行が求められている。NATO 主導の和平履行部隊は、合意に定められた軍事行動を行うとされ、国際連合保護軍に代わって1995年12月20日に配備された。この合意について、デートン条約とする御用が参見される。佐原哲也。 ボスニア内戦グローバリゼーションとカオスの民族化。日本、東京、勇者。ISBN 978から4から90万3426から12から9。ありがとうございます。